飛車は、将棋の駒の種類の一つである。本将棋、小将棋、中将棋、大将棋、天竺大将棋、大大将棋、マカ赤大大将棋、大将棋、大局将,将棋で使う。ジスのルークシャンチーの車、マークルックのルアと同様の動きをする。英語でも、ルークと訳され、略語は R。鎌倉期に大将棋において考案された駒である。飛車がなると、竜王になる。 本将棋では、角行と並ぶ、広い、危機を持つ大駒であり、竜王になるとさらに危機が広がるため攻撃のようとなる、傾向が強い。そのため、本将棋において、最も攻めのようとなる駒である。五筋を基準に左側に飛車を動かすことを、振り飛車、それより右側に飛車を動かす、あるいは飛車を元の筋のままにして戦う戦術を、虚飛車と呼ぶように、銀将。 各行と共に古くから戦術を左右する駒として知られてきた。特に横の利きは他の駒にないもので攻めの軸となる。その一方で利きの強さから玉を除く駒の中では基本的に価値が最も高い駒とされ相手に攻められやすい駒であり一度相手に渡ると非常に脅威となる。特に気力の低い人は飛車を取られると戦意を喪失する人もいるほどで、 最近では玉を詰ます、爪将棋に似たものとして、飛車を詰ます、爪飛車問題が出ているほどである。それだけ守りにも重視しがちな駒であるが、続言で、ヘボ将棋、王より飛車を可愛がりと歌われるように、飛車の守りだけに不信すると、肝心の王の守りを崩され、敗局を迎えることになる。よって、時と場合によっては思い切って飛車を切って、攻めを打開することも求められ、 寄せや爪の手筋では飛車や竜捨てに講師を生むことも多い。それを特徴的に示した格言としてはというのがある。後ろの利きも強い駒であり、特に自陣に攻め駒を打たれるのを防ぐ役割も持つ。守り駒として自陣に打つこともしばしばあり、これを自陣飛車というが、その場合は王と話して横の利きを活かす場合が多い。本将棋ではなることにより、 新たに斜め後ろへの危機が発生する唯一の駒でもある。実戦で将棋の駒が割れることは滅多にないが、飛車は実物の将棋の駒の中で物理的に最も割れやすいと言われている。人、車の縦角が深く掘ってあるのがその原因の一つとされている。駒の表面駒の利面ヒと略す。政府は竜王で竜と略す。年配の人は略称として車と呼ぶこともある。 中将棋では、ヒトリャクス。金将の聖駒。対局将棋では、ヒエン、ヒネコの聖駒。なると、竜王。金将の聖駒としての飛車は、金飛車とも呼ばれる。本将棋では、初期配置に存在する駒として、最強の駒となっているのと異なり、中将棋の時点で、イコマの竜王や、キワシ、本王、シシなどといった、さらに強力な駒が、 初期配置から存在するため、中将棋では、飛車は、雑魚駒と言われており、ましてや大将棋場では言うまでもない。なることはできない。なると金将。中将棋、大将棋、天竺大将棋、対局将棋とは、元の駒と、聖句の関係が入れ替わっている。石田直弘、高台丸、史上初の詰飛車問題集。ありがとうございます。